じじいは毎日いろいろ言ってたから本当に早くくたばってくれて最高だったのに。だよね、ババア本当にしぶとい。大声で電話するさやかに息を呑む。小さい頃はとてもいい子だったのに、どうしてこんなことになってしまったのだろう。じじい、早く消えろとかまだ生きてんのとかだけど、だって邪魔だし。夫が味わった苦しみを想像すると息さえできない。私の中で何かが決定的に消えていく。いや、これは。私とほのかの姿を見て、さやかは笑顔を凍りつかせた。言い訳をしようと口ごもるのを遮って、私は宣告する。喋らないでくれる？ボランティアで会話してくださるつもりなら結構よ。あなたとは全然話したくありませんので。目の前にいるのはもう娘でも何でもない。愛情は消え、こんなものを産み育ててしまった自責の念が残るばかり。決意を固め、私は新たな一歩を踏み出した。私の名前は日高ゆかり。今54歳の主婦だ。少し前までは2歳年上の夫の幹人と2人、幸せに暮らしていた。お父さん、いいえ、幹人さん、どうか安らかに眠って。もうどこも痛くないのよね。悲しいけど、さようなら。最愛の夫が旅立ってしまった日、私は呆然としたまま泣くこともできなかった。その代わり、葬儀の間はずっとずっと涙が枯れるまで泣き尽くしたものだ。親戚、友人、様々な人が代わる代わる私を慰める。もちろん家族も静かに寄り添ってくれた。私に残された家族とは、私と幹人との間に生まれた一人娘のさやかとその夫のことだ。さやかは今29歳。思春期にはいろいろあったけれど、今ではもうすっかり落ち着いたと思う。明るくて快活な、頼れる大人の女性になった。今は同居ではなく、拓也さんという男性と結婚して、郊外のアパートで暮らしている。この拓也さんというのも、さやかより年下ながらしっかり者で、とても優しい子だ。葬儀の手配なども手伝ってくれて、とても助かった。優しい夫、明るい娘、親切な娘の旦那さん。そう思っていた家族の形がこんな風に崩れるだなんて、思いもよらなかった。いや、私が何も気づいていなかっただけで、すべてはずっと前に崩れ切っていたのだろう。最初の兆しはと思い出していくと、15年は前に遡る気がする。当時、さやかは中学生。ちょうど反抗盛りの思春期だった。最近ずいぶん出歩くな。夫のぼやきに身を乗り出す。私もまさにそう思っていたので、夫に相談するまたとない機会だと考えたからだ。さやかは今日も帰りが遅い。下校時間どころか暗くなってもなかなか帰宅しない日が続いている。そうなのよ、部活の先輩から影響を受けてるみたい。勝手に髪も染めてしまったし、私もうどうしたらいいか。さやかも小さい頃はとてもいい子で、明るく可愛い自慢の娘だった。ちょっと生意気なところはあったけれど、愛情を込めて育てたつもりだ。小学生までは本当にごく普通の子だったと思う。ところが中学校に入ると様子が変わった。付き合う友達がどんどん制服を着崩した子ばかりになり、本人も不真面目になっていく。先日などは耳たぶに絆創膏を見つけて、まさかと思ったらピアスの穴が開いていた。変なのとつるんでるんじゃないでしょうね。危ないわよ、もしものことがあったら。うっせえ、ババア。こんな会話もしばしばだ。私の話を聞いた夫もとても心配そうだ。
さらに時が流れ、高校生になると、さやかは無断で外泊するようになった。どこに行ってたの？心配したのよ。せめて連絡くらいしなさい。思わず声を荒らげてしまう。怒りというより不安に胸が潰れそうで黙っていられない。だがさやかはどこ吹く風といった様子だ。は？うざ。それだけ言い捨てて自分の部屋に消えてしまう。次第に私は心労でやつれ始めた。夫もさやかと話してくれようとはしているが、さやかの方が受け付けない。それどころか親がしつこいからと、なおさら外泊が増える始末だ。悩む私を20年来の親友であるほのかがお茶に誘ってくれた。久々に親友と過ごす時間に心底からほっとする。私の育て方がいけなかったのかしら。ついつぶやくとほのかはふっと息をついた。ほのか自身は二児の母だが、両方が男の子なので女の子特有の難しさはピンとこないらしい。だが私より早くに子供を産んだ先輩として頼もしく話を聞いてくれた。さやかちゃんももう小さな子供じゃないでしょ。あなたや幹人さんの育て方だけではないと思うわ。だってほら、私たちが高校生の時はどうだった？親よりも友達やテレビの影響の方が大きかったと思わない？親友の慰めに少しだけ心が軽くなる。確かにほのかの言う通りだ。私は不良になったことはないが、高校生の頃は親の言うことよりも友人同士の会話の方がずっと大切だった。そう思うとさやかが親の心配をうるさがるのもわからなくはない。家に帰ると夫も励ましてくれる。二人でこれからもあの子に愛情をかけていこう。大人になればきっとわかってくれるさ。親友と夫の言葉に元気をもらった私は、娘を信じて変わらぬ日々を送ろうと思い直した。さやかは相変わらず話しかけてもツンケンし、外泊もする。化粧はどんどん派手になり、爪も手も足もネイルでギラギラだ。彼氏がいるようなのだが紹介はしてくれない。おそらく真面目な子ではないだろう。5月の初旬、珍しく明るいうちにさやかが帰ってきた。この頃には私も帰りの遅さに慣れてしまっていて、喜ぶべき早い帰宅にびっくりしてしまう。あら早い、お帰りなさい。今日は晩ご飯うちで食べるの？話しかけるとさやかはいつもと違って自分の部屋には引っ込まず、何やらもじもじしている。一体何事かと思ったら、後ろ手に持っていた何かを差し出してきた。あ、母の日。私は目を疑った。さやかが差し出してきたのは一輪の真っ赤なカーネーションだったのだ。まさか母の日のプレゼントをもらえるだなんて思いもよらなかった。私は喜びのあまり涙ぐむ。ありがとう。するとさやかはくすっと笑って部屋へと消えていった。ウキウキで花瓶に飾り、帰宅した夫にも自慢する。見て、さやかがプレゼントしてくれたの。真っ赤な花を見て夫も目を細める。このまま少しずつ親子の関係が好転してくれればと願わずにいられない。ところがその夜、夜中トイレに起きた私はさやかの部屋に明かりがついているのに気がついた。時刻はもう午前2時。早く寝てほしいものだと思いつつ、なんとなく気配を伺うと楽しそうな話し声が聞こえる。どうやら部屋で友人と電話で話しているらしい。思わず聞き耳を立ててしまった。親なんてぶっ倒れるまでこき使えばいいのよ。そうそう、口聞いてやるだけでもボランティアよね。とんでもない暴言が聞こえてのけとる。ぎょっとした私がさらに耳を澄ませているとも知らずに、さやかは得意げに
言葉を続けた。ちょっといい顔すればすぐ騙せるって。うちなんて母の日とか言って88円の花1本やったら泣いてたしさ。昼間もらったカーネーションの赤が脳裏をかすめる。唇を噛んでそっとその場を離れた。翌朝、いつもよりわずかに早く起きた私はすぐさま夫を叩き起こす。昨夜聞いてしまったさやかの電話について相談するためだ。夫は私の話を聞いて呆然としていたが、やがて頭をかいて首をひねる。本気で言っているのか、それとも仲間に合わせて悪ぶっているだけなのかな。そう言われるとカーネーションを渡してくれた時のはにかんだ様子が思い出された。私だって本当はこっちの方が本心だと信じたい。ほどなく眠たそうな顔でさやかが起きてきた。思わずじろじろ見てしまう私と夫にさやかはきょとんと首をかしげて言う。どうしたの？おはよう。その様子を見て私も夫も気が抜けた。やっぱりさやかの真心を信じてあげようと苦笑する。それから10年後、50代半ばとなった時、最愛の夫が病に倒れた。今や新婚の妻となったにもかかわらず、さやかは積極的に介護を手伝ってくれる。やはり夫がかつて言っていた通り、大人になれば分かってくれるというのは真実だったのだと嬉しい。しかし夫はさやかが来るのをあまり喜ばなかった。どうしたことかと当のさやかに相談してみる。お父さん、私に迷惑がかかるからって嫌がってるみたいなの。なるほど、と思う。目を伏せるさやかの言葉を鵜呑みにした私は夫をたしなめてしまった。娘に甘えるのもいいことよ。今まで苦労をかけられた分、親孝行してもらいましょうよ。私が笑いかけると夫は煮え切らない様子で悲しげな顔をする。約1年の闘病の末、最愛の夫は旅立った。まだたったの56歳だ。私は悲しみに暮れた。葬儀を終えた後、さやかが私の手を握る。私たちと同居しない？一人じゃ寂しいでしょ。家族なんだから助け合おうよ。私は喜んで同居の誘いを受け入れた。さやか夫婦が住むアパートは狭いので、私と夫が住んでいた家で暮らそうと話し合う。まず家の片付けを済ませることにした。どれもこれも思い出がたくさんあって、なかなか断捨離は進まない。さやかと拓也もたびたび手伝ってくれた。家の中のものを見ては、懐かしい、これいいじゃん、使えるなどと言い合う若い二人が可愛い。私たちは家族なのだと確かに感じる。やっと日常が戻る中、私はパートに出かけた。今日は朝からさやかが来てくれているので、そのまま留守番も任せる。パート後帰ろうと外に出てみると土砂降りだ。お天気アプリをチェックする同僚によれば、どうやらにわか雨らしい。駅までは徒歩なのに傘がなかった私は、少しの間雨宿りをすることにした。ごめんね、雨宿りをして帰るから遅くなるわ。家で待っているはずのさやかに電話をかける。するとさやかはほがらかな声で答えてくれた。はーい、じゃあご飯作って待ってるね。今夜は拓也も来る予定だから、家族3人でおうち焼肉でもしちゃう？家事までしてくれてありがたい。夫は先に旅立ってしまったが、娘夫婦という新しい家族に恵まれたのは幸運だと思う。職場の玄関で雨が止むのを待っていると、見覚えのある車が止まった。ゆかりじゃない、今あなたの家に行こうと思ってたところなの。ちょうどいいから送るわ、乗ってよ。運転席から声をかけてきたのはほのかだ。たまたま通りかかったらしく、送ってもらえることになった。
予定よりもかなり早く帰れるわね。ありがとう、ほのか。道すがら互いの状況を話す。娘夫婦と一緒にいることや本格的に同居する予定であることなどを伝えると、ほのかは自分のことのように喜んでくれた。そんなほのかと共に帰宅したところまではよかった。季節は夏、窓は開き、網戸になっている。車を降りた私たちの耳に大声で電話をするさやかの声が飛び込んできた。じじいは毎日いろいろ言ってたから、本当に早くくたばってくれて最高だったのにね。ババア絶対しぶとい。息を呑む。私は思わず立ち止まり、ほのかの腕をつかんだ。ほのかもまた緊張した表情で息を潜める。私たちはそろそろと窓の下まで近寄っていった。ジジイ、早く消えろとかまだ生きてんのとかだけど、だって邪魔だし。ゾッとした。その残酷な言葉がさやかから夫に投げられたものだと理解したからだ。夫がさやかに世話されることを嫌がったのはそのせいだったのか。気づかなかった自分がひどく恨めし。そうそう、うちのババアの実家ど田舎だけど本当に太いんだよ。絶対欲しくね。だからしばらく我慢ね。あの遺産取ったら消えてもらおう。ねえ、生前分与ってどうやってさせればいいの？タクヤ、わかる？ざーっと血の気が引いた気がした。さやかとタクヤ、二人は愛すべき家族なんかじゃなかったのだ。すべてを知った私は一瞬にしてこの二人とのつながりを捨てると決めた。さっきまでは確かにあった愛おしい気持ちが嘘のようだ。愛情というものがこんなに見事に消えていくものだなんて知らなかった。そう、そんな風に思っていたのね。怒りで体が震えるという言葉は誇張ではないらしい。私は小さくつぶやくと、おもむろに外側から網戸を開けた。私と親友を見て、さやかは笑顔を凍りつかせる。いや、これは。スマホを落としそうになりながら、さやかは何事か言い訳を始めた。私はそれを冷ややかに眺める。ほんの数十分前までは優しく思いやりのある娘だと思っていた。一時はぐれたこともあったけれど、立ち直ったと考えたのは全部勘違いだったのだ。立派に育ってくれて嬉しいとさえ思った見る目のない自分が許せない。もしも私がもっと早く気づいていたら、夫に辛い思いをさせることもなかったはずだ。悲しくて腹立たしくて、本当にやりきれない気分だった。私はさやかの言い訳を遮る。喋らないでくれる？ボランティアで会話してくださるつもりなら結構よ。あなたとは全然話したくありませんので。あえて敬語になったのは心の距離の表れだ。私はほのかに目くばせすると、玄関から親友と共にずかずかと家に入った。家の中にはさやかのバッグや拓也が置いていった道具など、さやかたち若夫婦が持ち込んだ荷物がいくつか見える。私はそれを片っ端からひっつかむと、窓からポイポイと投げ捨ててやった。何すんだてめえ。抗議してつかみかかってくるが、全身全霊で抵抗する。私よりも体格のいいほのかがさやかの玄関の外へ追い出そうとしてくれている間に、すべてを窓から放り投げ終えた。さやかは罵声を吐きながら、なおもほのかともみ合っている。こちらを睨むさやかと目が合い、思わず恨み言が口をついた。不良になった時も、憎まれ口を叩かれた時も、親なんかうざいって大声で友達と電話をしていた時も、それでもお腹を痛めて産んだ子を信じなければと思ってきたけど、本当に無駄だった。もっと早く縁を切っていれば、愛する夫に悲しい思いをさせずに済んだのに。
頬が熱いと思って何気なく拭うと手の甲がひどく濡れた。どうやら私は泣いていたようだ。ただの冗談じゃん。この後に及んで半笑いをして顔を引きつらせるさやかに凄まじい嫌悪感を覚えた。ほのかを振り切り肩に触れてこようとするのを渾身の力で振り払う。触らないで強く叫ぶ。その拍子にさやかがスマホを落とした。まだ通話がつながっているようで画面には拓也の名前が表示されている。私はそのスマホを拾い上げると渾身の力で振りかぶって投げた。我ながらナイスピッチングと声に出したいくらいの勢いでスマホは窓の向こうに飛んでいき家の前の車道に落ちる。いや、私のスマホ。さやかは悲鳴を上げてスマホを取りに行く。その隙にすべての窓を閉め鍵をかけ玄関もチェーンまでしっかり施錠した。ちょっと、さやかちゃんは合鍵持ってるんじゃないの？あの柄の悪い旦那連れてくるんじゃない？ほのかの言葉にハッとする。拓也は見るからに元ヤンで、50代女性コンビの私たちは腕力だと分が悪いだろう。ほのかの提案で私は周りに助けを求める。近所の人のほかほのかの息子たちも駆けつけてくれて共に過ごすことになった。当然ながら私はさやか夫婦との同居を取りやめることに。それだけではない。この家を引き払い遠くに引っ越す決意を固めたのだ。あの子たちが来れないところに行きたい。二度と会いたくないの。引っ越し先を言わずに偶然会うことのない場所に行きたいわ。そこで私はまず引っ越し屋ではなく友人たちと買取サービスに電話をかけた。買取の方はすぐには来れないとのことなので、まずは近くに住む友人と親戚の出番だ。片見分けとして好きなものを好きなだけ持って行ってもらえませんか？食器でも家電でもお骨や遺灰以外なら何でも。その日のうちに来れる人は少なかったが、欲しいものは先着順だと伝えると何人かは急いで来てくれるそうだ。この場にいるご近所さんにも声をかける。テレビでも冷蔵庫でも好きなだけ持って行ってね。私は心機一転、一から全部違うものにするので。持って行かれては困る貴重品などは旅行用のバッグに詰め込む。ご近所さんは喜んでカラーボックスやまだ新しい掃除機などを引き取ってくれた。夜になると親戚や友人たちも続々と到着する。それぞれちょっといい鍋や夫のゴルフ用品などを選んでは、本当にいいの？とホクホク顔だ。私としても喜んでくれる人にもらってもらえるなら、あんなにも薄情なさやか夫婦にどうにかされるよりもずっといい。片身の品々を持ち帰る人々がせっせと荷造りをしていると、外にブオンブオンと大きな音のする車が止まった。予想通り、さやかが拓也と共に舞い戻ってきたのだ。多分、私に許しを請うつもりだったのだろう。窓から見えたさやかの手には手土産らしいケーキ屋さんの箱がぶら下げられている。ケーキなんかで埋め合わせができる程度の罪だと思っているなんて全くもって冗談じゃない。二人は我が家の周りに止まっている車や出入りする人々の多さに戸惑っている様子だった。私はすくっと立ち上がり二人を追い返すべく玄関に向かう。ちょっと何これ、どういうこと？やだ、そのバッグは私が欲しいやつ。持ち出される家電や私の持ち物だったブランド物のバッグを見てさやかが青ざめた。拓也も呆然として玄関で立ち尽くしている。キャー、泥棒。テレビを抱えて帰ろうとする友人夫妻にさやかがつかみかかろうとしたのを周りが止めた。なんせここにいる人たちは全員私とほのかからさやか夫婦の悪行を聞いているのだ。今さら
さやか夫婦の言い分を聞く人などいるはずもない。さやかはまだ泥棒泥棒とわめいている。だが私にしてみれば、家族面をしていたこの二人の方が時間と愛情を盗んでいった泥棒みたいなものだ。出て行って、触らないで。この家にあるものは全部私と幹人さんの大事な人たちのものなの。あんたらみたいに人の心もないような連中に渡すものなど一つもない。渾身の力で怒鳴りつける。だが私の言葉を聞いても、さやかと拓也は立ち去ろうとはしない。それどころか中に入ってこようとするので、最終手段を発動することにした。私は仏間でほのかと待ってくれているはずのある人たちを呼ぶ。おぎゅうさん、おぎゅうさん。出てきた人たちを目の当たりにし、さやかは顔を引きずらせてひるむ。拓也もまた目をまん丸にして口を開けていた。なぜならそこにいたのは拓也の両親だったからだ。娘の旦那様の実家なのだから当然知り合いではある。連絡先は年賀状で見つけただけだが、電話で事情を話すとすぐに駆けつけてくれた。私としてはあんな娘を育ててしまったことを詫びたい気持ちだった。だが荻生夫婦はむしろ私に共感を示してくれたのだ。どうやらこちらも息子の不良具合に散々泣かされてきた口らしい。玄関まで来た拓也の父親は無言のまま鬼の形相で息子に歩み寄る。そして拓也の腕をぐいっと掴んだ。うわっ、痛え、やめろ。拓也は実の父親に引きずられて出ていく。どうも拓也の父親は土木関係の仕事をしていて力持ちらしく、若い拓也も抵抗できないようだ。わめく拓也に対し一応も発しないままのしのしと歩く大きな後ろ姿は迫力がある。ついでにさやかも数人がかりで追い出す。こちらは私や夫の親戚が中心となり、言葉で退散させることができた。早く出て行って、あなたに渡すものなんかもうないの。パパの、私の夫の遺産は現金で受け取ったでしょ。それを手切れ金だと思いなさい。二度と来ないでね。来ても家には入れませんから。あなたは他人。いいわね。そう言って玄関を閉めた後、私はその場に座り込んだ。どんなに強い嫌悪を感じたとしても、お腹を痛めた実の娘でもある。自ら断ち切らなければならないような子に育ててしまった後悔で、涙が出てきた。いつの間にか近くに来ていたほのかが、私の背を優しく撫でる。その後、さやか夫婦が家に来ることはなかった。拓也の両親がしっかりと見張っているようだ。拓也だけではなく、私の娘であるさやかのことまで嫁として監視してくれているのだから、申し訳なさでいっぱいになる。家に残ったものは買い取りサービスに売り払い、家自体の売買も不動産屋に委託した。夫の位牌などを除けば、私のためだけの引っ越し用品はわずかに旅行カバン2個に収まる。なんと身軽なことだろうか。何もなくなった住み慣れた家の中は見慣れない景色だった。妙にさっぱりとした気分だ。私はひとまず実家を仮の住まいとし、引っ越し先を探すことにした。転居先に向かう途中、電話が鳴る。表示された名前はさやかだった。話す気にはなれなかったが、試しに一瞬だけ出てみると、言葉ではなく、号泣が聞こえてきた。泣き落とし、お断り。それだけ告げて切る。今までなら、胸を痛めたはずの我が子の泣き声に、嫌悪感しか湧かない。まさか、お腹を痛めて産んだ我が子に、こんな気持ちを抱く日が来るなんて、想像もしていなかった。たどり着いた実家では、両親が鎮痛な面持ちで迎えてくれた。かつて少女時代の私が過ごした部屋が今後の住まいだ。私は一人さめざめと泣く。一晩中泣いて
一睡もしないまま昇る朝日をぼんやりと見た。だんだん明るくなる窓の外の空はとても綺麗で、プロポーズの日に登山した山頂で見た朝日を思い出す。私と夫は若い頃、山歩きが趣味だったのだ。まるであの日のような汗焼けに、なぜか夫が背中を押してくれているような気がした。さやかが訪ねることができないよう、住所を知らせず遠い場所に一人で引っ越す。私の家族はもはや実家の両親だけ。娘もその夫も、将来生まれるかもしれない孫も赤の他人だ。そう心に決めた私だが、さやかが当てにできるのは私一人ではない。まださやかには私の実家と夫の実家、2組の祖父母が残っている。私が家を出た後、自由に動けるようになったさやかは、まず私から見れば義実家となる夫の実家を頼ろうとした。だが私から話を聞いていた義両親はカンカンに怒って、さやかを追い返したそうだ。いくら可愛いはずの孫娘だとはいえ、闘病中の実の息子にひどい言葉を投げつけていた相手だ。そんな事実を聞いたら、助けたくないと思うのも無理はない。義実家からそれを聞いた私は、両親と共に待ち構えることにした。おそらくさやかが次に頼るのはここだと考えたからだ。火を吹きそうなほど生きり立つ私を心配して、ほのかも駆けつけてくれる。義実家からの連絡を受け取った翌々日のことだ。今後について話し合いをしながら待っていると、何度も聞いたブオンブオンというエンジン音が聞こえてくる。間違いない、拓也の車の音だ。こんなに早くやってくるとは意外だが、何日も待ち続ける手間が省けてありがたい。まずは玄関を開けず、私の母に頼んでインターホンで対応してもらう。インターホン越しのさやかは少しだけげっそりした様子だ。おばあちゃん、さやかです。ママの勘違いなんだけど、本当にひどい喧嘩しちゃって、お願い、ママとの仲を取り持ってほしいの。私の勘違いという言葉に怒髪点をつきそうになる。激怒のあまり悲しみも吹き飛んだ。怒りで真っ赤になる私をほのかが内輪で仰ぐ。ゆかり、クールダウン、さ、行こう。私は鼻息も荒々しく玄関に仁王立ちで待ち構えた。さやかは中に私がいるとも知らずに鍵が開くのを待っているだろう。合図とともにほのかがさっとドアを開ける。おばあちゃん、ママ。笑顔で入ってこようとしたさやかは、私の姿に気づいた途端にピシリと固まった。私の実家なんだから私がいることくらい予想しておけばよかったのに、本当に考えの足りない子だ。出て行け。私が叫ぶと同時に、ほのかがそいやとドアを閉めて施錠してしまった。ドアの向こうでさやかと拓也が慌てているようだが、もはや聞く耳など持たない。私はドア越しにもしっかり聞こえるように目いっぱいの大声で申し渡す。私にはもう娘なんていません。病気と戦う実の父親に早く消えろなんていう人間は、私が愛した大事な大事な可愛い娘じゃないの。お前は赤の他人、早く出て行って。これだけは言っていけないと飲み込んだ言葉がある。それは、あんたなんか産むんじゃなかったという一文だ。どんなにそう思えても、これだけは親として言ってはいけないと口をつぐんで自分をいさめた。どれだけ時間が経っただろうか。しばらくしてまたあのエンジン音とともに二人は去っていった。これでもう会うことはないと直感的に悟る。夫も娘も全部失ってしまった。いつかさやかが母親になった時、子供が反抗期を迎えた時、そして年老いた時に今日のことをどう思うだろうか。崩れ落ちて泣く私をほのかが抱きしめた。両親も共に涙ぐみ慰めてくれる。
娘夫婦という家族を捨てた私だけれど、まだ大事な人が残っていてくれたことに安堵した。もしもし、大変よ。あのさやかさんたち離婚しちゃったわ。あんなにラブラブだったのに薄情なもんね。後日、私はほのかからの連絡を受ける。ほのかは意外そうに話してくれたが、私は少しも驚かなかった。あんな自己中心的な嘘つきが二人揃ったところで長続きするはずもないからだ。さやかは親類縁者からもそっぽを向かれ、今は一人ぼっちになっているそうだ。しばらくは夜のお店で働いていたようだが、長続きせず、今は職を転々としているという。本当は白い目で見られる地元から逃げ出したいのかもしれないが、離婚して実家との縁も切れたさやかにはすぐに引っ越すお金はないだろう。まだまだしばらくの間は苦しい日々を送ることになりそうだ。さやかちゃん、美人だったのにね。今はすっかりボロボロ、化粧してないから眉毛もないし別人みたい。それを聞いても何の哀れみも湧かない。せいぜい苦労してくれと願うばかりだ。やっと本当の意味で吹っ切れたのだなと他人事のように思う。報告ありがとう。でももういいわ。あれは私の娘じゃないもの。もっと早く気づくべきだったねえ、どこかで育て方を変えていたらこうならなかったと思う？私の問いかけにほのかは少しだけ考え込んでいる様子だった。それから言葉を選ぶように慎重に言う。ごめんね、わからない。そればかりは渡したダメね。いつか幹人さんに会う日が来たら聞いてみたらいいんじゃないかしら。幹人さん、本当にゆかりを愛してたもの。どれだけ長生きしてもきっと向こうで出迎えてくれると思うわ。私をよく理解してくれる親友の言葉だ。素直に受け止めお礼を言う。私の実家で出会って以降、さやかから直接の連絡はない。こちらは着信拒否をしているし、私や夫の実家にも来ていないそうだ。きっと今後も一切関わることはないだろう。あるとしたら、どちらかが虹の橋を渡るときくらいだろうか。そういえば、拓也の方も地元から姿を消したという。こちらは今回の件で、拓也の両親が本気で怒った結果、遠い地方にある住み込みの建設現場に放り込まれてしまったそうだ。噂によれば向こう10年は帰ってこれないだろうとのこと。こちらもせいぜい苦労に苦労を重ねて反省してほしいと思う。ねえあなた、今度はどこで暮らそうかしら。景色のいいところがいいわよね。夫の家に話しかける。晴れやかに笑う夫の写真は変わらぬ優しい目で私を見ていた。遠くに引っ越したいとは願うものの、なかなか理想の住まいに巡り合えず、私は半年以上実家で暮らし続ける。そんな中、驚きの出来事があった。なんと夫からの手紙が届いたのだ。それは夫が生前義実家に預けていたという手紙で、四十九日の後に渡してくれと言われていたらしい。さやかがやらかしてくれたごたごたのせいで遅くなったと私の実家まで届けてくれた。ああ、あなた。懐かしい夫の字に鼻の奥が熱くなる。少し震えた線なのはすでに病気が進行してから書いたものだからだろう。夫からの愛情がこもった文章にはこう綴られていた。ゆかり、最後まで一緒に歩んでくれてありがとう。至らない夫、父親だったけれど、あなたがいてくれたからずっと幸せでした。残りの人生は自分自身のために楽しんでほしいと思う。周りなんか振り回して邪魔なものは置いていってもいい。どうか幸せに輝く日々を送ってくださいね。愛しているよ。何度も何度も指でなぞりながら手紙を読んだ。読み返すうちに夫と過ごした日々がよみがえってくる。闘病のせいもあって夫の残した財産はほんのちょっぴりだったけれど、
思い出はたくさんあるのだ。そうだ、若い新婚時代に夫と登った山に登頂したい。急に思い立ち、私は旅の支度を始めた。転居のためにパートは辞めてしまったので、時間はたっぷりとある。それに幸い私の実家は裕福な方なので、今のところ生活は心配ない。今私は若き日に夫と行ったスイス旅行を思い出して、ほのかと共に海外旅行中。スイスに行き、そこから登山電車で頂上の駅に着いた。変わらぬ風景の中で風に吹かれて心機一転を図る。両親と一緒にどこかに移住するのもありだねと最近話してるのよね。そうだ、北海道なんてどうかしら。ニセコあたりの移住者が多い地域で楽しく暮らしたいな。涼しいスイスの風に吹かれながら夢を語る。日本から遠く離れた場所だからか、風の匂いが違う気がした。ほのかはクツクツとおかしそうに笑って答える。私が住んでるところもかなりいい環境よ。涼しいし、年配の方も結構多いから、ご両親も暮らしやすいんじゃないかしら。ほのかが住んでいるのは長野県の高知だ。確かに静かでいいところだろうと想像できる。一人で住むか、両親と住むか、どこで暮らそうかと楽しみになってきた。両親ともよく相談して、喜んでもらえるようにしようと思う。私はたくさん親孝行しよう。今までよりもずっとたくさん。友達も大事にする。またパートも始めたいな。山小屋から望む朝日は美しく、明るい未来を感じる。夫が残してくれた手紙の通り、私の幸せを追う輝く日々がきっとあると信じて、これからを生きていこうと思う。